では再開していきます。ポケモンレンジャー光の軌跡実況プレイやっていきたいと思います。ワッホイブッチです。収録自体がちょっと時間が空いております。まあ、ただ編集はしていたので、ストーリーはそんなに忘れてはないです。ただ、これ。これで見れるからね。朝日の遺跡へ。朝日の遺跡に向かったブッチーは一番奥で興奮したエンテイをキャプチャしてなだめる。直後にレッドアイが現れ、ミナミとブルーアイを交換するが、そのままブッチーたちは遺跡の中に閉じ込められてしまう。最後に丸マインいっぱい投げてきたやつね。で、ミナミと再会したブッチー、ミナミのスタイラーを修理するため、タルガの家へと向かう。スタイラーが治り、追跡機能が使えるようになったブッチーたちは、ナッパーズのアジトに潜入するために、斜め村から危険な崖を目指す。ということで、斜め村にまずは向かいます。で、前回手に入れたのが、これだ。2番目のこれだね。牙が2つ書くような感じ。てい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 。前回は、なんて、エンテイ様が使えるようになったと。で、フレアドライブでタックルできると。この時代確かフレアドライブ使えなかった気がするけど。ただ、ちょっと待ってね。多分ね、橋渡ったりするとかの関係で、ライコーの方がいいんだけど、とりあえず斜め村の崖まではカットします。カットです。え、前回。はい、ということで来ました。ちょっと待って。その洞窟の向こうは危険な崖になっていて、落石もひどいの。それでも行くつもり？イエスサー。私たちポケモンレンジャーです。このオブリビアムを守るために、どうしても行かなくてはならないんです。あ、そうですか。よくわかりませんが、くれぐれも気をつけて。よし、行くぞ。この中はさすがにエンテイ様呼べないのか。でもさ、エンテイ様呼んで崖の岩ぶっ壊しながら行きそうだけどね。あらま、かわいいこと。レンジャースクールの遠足か何か？ちょうどよかったわ。お弁当を奪ってやる。おい。ちょっと待ってくださいよ。こいつらバリバリのポケモンレンジャーですよ。聞いてないんですか？うちのリーダーはこいつらに捕まったってこと。出発が遅れたのはそのせいなんですよ。出発ってことはあんたたち、何か大きな作戦を決行するってことね。そしてその作戦のリーダーはブルーアイなのね。あんたが余計なこと言うからバレちゃったじゃない。こっちが遠足とかお弁当とか言うからです。そんなことよりあと2分ほど出発、2分ほどで出発の時間ですよ。それは大変。ってことで、グッバイレンジャー。追いかけても無駄だからね。え、2分。あいつら確かあと2分ほどって言ってたよね。作戦が動き出す前に私たちも急こう。あ、ブルーアイの作戦を阻止せよ。これあれかな？2分のタイマー出るのかな？ナッパーズの作戦まで時間がありません。残り時間に注意して行動してください。時間制限付きだ。え、ここ。これもうさ、エンテイ様呼んでる暇あるかな？こっちで走った方が絶対早いと思う。爆散。ミツハニーいっぱいいる。え？ほら、やっぱり、呼び出して正解。岩が邪魔で先に進めないよ。追いかけても無駄って、あれのことだったのね。前方の岩は朝日の遺跡にあったものと同じタイプのようです。つまり、壊せる。余裕。よいしょ。よいしょ。あーいしょ。やっぱ呼んどいて正解なタイプだった。うらー。圧倒的パワーよ。よしよしよし。てかこれ岩部、あー、地図見て、ちゃんと。よいしょ。よいしょ。はいしょ。よいしょ。全然余裕で間に合うかな？あ、エンテイじゃ飛び越せない。崖が崩れ落ちてます。先に進むには大きなジャンプが必要です。つまり、一回降りて、ありがとう、エンテ。で、
雷光様呼び直して、で雷光様で大ジャンプ、大ジャンプ、はい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 、え崩れてない、その気のせいあ、こういう感じでね、やっぱ伝説のポケモン切り替えて進んでいくんだろうな今後は。おお届くんかいギリギリ。これさ絶対さ、スイ君水の上歩けるじゃんこうなってきたら。え、ちょっとセーブだけしとこうか。大ジャンプ見せろ、大ジャンプ、敵の拠点に突っ込めえ、エンテイも、つうか、ライコーも一緒についてきてくれればいいのに。ナッパーズのアジトって潜水艦だったのね。つまり私はこの中に閉じ込められてたってこと。ということは、この中に捕まったままのムクホークがいるはず。それにさらわれたポケモンたちもね。さあ、覚悟を決めてハッチから突入よ。どうせだったらライコーも一緒に行けばいいのにね。ピンポンパンポン。これより潜水艦は潜航を開始します。乗組員は速やかに持ち場についてください。潜水艦が動き出すみたい。もう後戻りはできないね。今はとにかくリーダーのブルーアイを探し出そうよ。もう後戻りできない。ブルーアイはなんか話せばわかるような気がするって勝手に思ってる。よし、二人とも捕まえました。なんか、あ、ピカ様いる。ピカ様がいるよ。よし、充電キャラ手に入れとくのはでかい。どっち行こう。うわー、すごいことになっとるね。え、ルクシュいるのかな。うん、とりあえずキャプチャはしておいたけど、どうなんだろう。ヒコザルがいる。ポノーもいるのかな?とりあえず見かけたキャラは捕まえとこう。まあいいや、こんな感じでいこう。あれ?なんか被ってるぞ。うん。あ、迷路だよ、これ。で、とりあえずこっちに来ると、あ?電気が2体、あ、マジか、もう、マジか、取ってきます。カットです。はい、戻ってきました。ルクシオを捕まえるためにグライガーは犠牲になりました。ということで、これでルクシオ2体で扉を開ける。電気で開くのか。おー。オッケー。よし、行こう。でだよ。ん?捕まる2体だ。信じられない。一体どうやってここに潜り込んだの?なんとかここで食い止めないとやばいですよ。応援呼びますね。みんな、ちょっと来てくれ。なんだなんだ?何事だ?一人。うわ、幕の下。レンジャーじゃないか。おい、そっちのお前、また人質に戻りたくなったのか?そうじゃなくって、あの時のお礼を言いに来たのよ。減らず口を叩きやがって。この人数を見ればお前たちに勝ち目がないことくらいわかるよな。わからなければわからせてやるまでだ。え、マジで言ってんの、マジで言ってんの。6体差はやばくない。ネギを、お、お、どうだろうか。あー、マジか。意外にこういうバルキーが結構強い。コザルはあんまり意味ないな。ほい、発射。いいぞいいぞ。もう、よっしゃ、1体1体1体、まずは1体ドン。結構このネイティオとこいつらが結構なんて言うんだろう、あのリキャストが早い。リキャスト早いし、撃ったらすぐ帰ってくれるから、割と強いかもしんない、この二人。よーし、余裕。ノーダメじゃない?気のせい?
うちのリーダーが手こずっただけのことはあるな。レンジャーが潜入したことを乗組員全員に伝えるのよ。よーし、バルキーとネイティオいいね。後隙なくていい。ピッチュ行っちゃったよ。ピチュ、そっちに何かあるっていうの？どうした、ピッチュ。ピッチュ、ピッチュ。ピッチュ？ピッチュ？この部屋に何か見つけたの？ピッチュ、ピッチュ、ピッチュ、ピッチュ。この檻がどうかしたの？あ？何の音？檻の中からかすかにポケモンの鳴き声が。檻の中のポケモンを助け出そう。何の鳴き声だ、あれ。聞いたことあるような。キルがもう一体必要。グライガーがいたよな。グライガーとサンドパンでいけるわ。ちょっと、取ってきます。カットです。はい、よし、取ってきました。二人で切るんだ。なんか、見た感じ、銅の檻って感じだけど。サクン。おー、そこだけ壊れるんだ。で、中には何がいる？ん？あー、ピチュー、ピチュー、リングマン、あれじゃん、あの島にいた奴らじゃん。ピチュー、ピチュー、ピチュー、ピチュー。島にいた子たちだね。リングマンもいたし、マリルリ、てか、ルリリも、ルリリじゃねえ、マリルもいたもんね。みんなドロップ島から連れ去られたポケモンたちね。仲間に会うことができてよかったね、ピチュー。ピチュー。あ、向こう雲出てきた。みんなと一緒に捕まってたのね。それにまだ怪我も治ってない。でももう大丈夫。一緒に行きましょう。君たちのことは後で必ず迎えに来るから、あんまりあちこち動き回らないでいてね。先にやらなきゃならないことがあるの。ピッチュ？ピッチュ？わかってくれたみたいね。私たちは引き続きブルーアイを探しましょう。お前ら、リングマあたりはちょっとついてきてもろて。リングマくらいちょっとついてきてもらっていいですかね。うわー、なんかいっぱいいる。サマヨール、レンジャー足止めしろ。あ、縄張りをね。あれか、森のやつだ。見つかっちゃいけないやつ。でもサマヨールの警備だいぶガバいからね。これ絶対こっち来るの知ってる。知ってるんだからね。え？どういう動きしてる？どういう動きしてるこいつら。戻ってこないよね。なんか2匹重なってない？重なってない？あった、ダメだ。曲がるよね。怖。なんか2匹重なってるよね、あいつら。ニューラ。レンジャーはリーダーを探し出しているみ、レンジャーはリーダーを探してるみたいだぜ。なんとしてでもここで食い止めなきゃね。おい、ポケモンども、絶対にレンジャーを通すんじゃないぞ。うわ、怒ってる、ニューラが。ニューラが、うわ、怒ってるポケモン多いな。ピカ様いるな。ピカ様一体いればいいや。え、どうしよう。うわお。とりあえず幕の下あたりを。よし。ニューラ、マニューラーを。よーし、めちゃくちゃニューラに追いかけられまくっちゃった。結局一体捕まえたけど。ここまで来るとはなかなかやるじゃない。もうこうなったら切り札出すしかないね。ラムパルトだ。ラムパルト2体。ナッパーズのラムパルトたち。いや、こいつらな。幕の下、格闘タイプ。いいね。怒っている。いいぞ。先に、オッケー。ピッチュ。いいぞ。これも、あ、バルキーバルキーがやられた。幕の下もだいぶ使い勝手いいな。幕の下もだいぶ使い勝手がいい。よいしょ。あ、もう一回ピッチュ行け。ピッチュ行ってこい。
いいぞ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 。あー頑張れ頑張れ。とりあえず先に1体捕まえちゃいたいな。いやこの辺から、オッケー、いいぞいいぞいいぞ。これで両方とも怒りが解けた。落石怖いな。ほぼランダムだから。よし。先に1体捕まえる。よし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 。いいぞ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 。オッケー。よーし。なかなか難しかったよ。やばいな。かなりやばいことになってるな。こうなれ最後の手段。それはつまり、逃げる。リーダー、助けてください。大丈夫かな？このメンバーでいけるかな？いや、バルキー、長い間役に立ってくれたよ、あの子。この向こうにブルーアイがいるみたいね。どんな攻撃がしてくるかわからない。準備はできてる？行きます。オーダイル。オーダイルがいるよ。つまり、レンジャーにやられっぱなしで逃げてきたっていうわけね。逃げてきたわけではなくてですね、急いでリーダーに報告しようと。そうです、そうです、そういうことなんです。逃げるだなんてとんでもないですよ。いや、お前逃げるっつったよな。あんたのさっきのセリフ確かこうだったよね。こうなる最後の手段。それはつまり逃げる。違う？こいつら、職場の立場を悪くしようとしてくる。違うよ。あんたの聞き違いよ。逃げるじゃなくて、茂るって言ったのよ。何を？そうなんです、リーダー。実は俺の名前、茂るって言うんですよ。しげちゃんとか、しげるとか呼ばれてまして。それから、すいませんでしたつリーダーからも逃げた。くだらないミニコントはもういいわ。ところでレンジャーさんたち、何か用事でもあるの？しらばっくれないで。あなたたちは一体何を企んでいるの？あなたが思ってるようなことかもしれないし、そうじゃないかもしれない。そんなことより、借りを一つお返ししなくちゃね。私に恥をかかせてくれたあの古い屋敷での借りを。ちょっと待った。ん？リーダーの手を煩わせるまでもなく、こいつらは私たちが。リーダーのその美しい爪が割れでもしたらもったいないですから。兄のことアリゲイツが来た。ちょっと待ちなさい。こいつらはお前たちが叶う相手じゃないのよ。まあそういうやつに見ていてください。行くぞ、レンジャー。え？ワニのことな、アリゲイツごときじゃ。こんな2体じゃどうしようもなくないかい？ルクシオで、あ、いいねいいねいいね。え、ワニの子弱っ。どうしよっかな。はい、この辺でポンと。あー、うまく避けられた。ちょっとでも体力減らされるとめんどくさそうって。よし、オッケー、いいぞ、いいぞ、いいぞ。拡散ショット、当たれ！当たった。ネイティを割と適当に端っこに配置するだけでもいいな。よし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 。もういいでしょ。もういけるでしょ。よし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 。オッケーオッケーオッケー。これで。なんか硬くね、このアリゲイツ。なんかこのアリゲイツ硬くね、気のせい。よし。今更よ。ちょっと体力減らされちゃったな。それが狙いか。というわけなのでリーダー、改めましてこいつらお願いします。ということで、ちょっとかなり中途半端なんですが、今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。また次回のパートでお会いしましょう。よければチャンネル登録、高評価もお願いします。バイバイ。